半の時間がやってきました。イエイ。はい、今回はですね、うん、神奈川県の藤沢市にやってきました。はい、ちょっと夜もかなり更けてきたんですけども、うん、そうだね、今まで何回かトライして、はい、ずっと行けなかったお店、そうそうそう、今日はやっと行けそうな、行けそうよ雰囲気なんで行ってみたいと思います。はい、それでは今日はこのお店です。ゴー。じゃん、大将もう言わないな。この人気ナンバーワン鮮魚四人盛りっていうのが気になって、お、仕方ないです。行ってみましょうか。角ハイボール。角ハイボール。車の中でまたノンアルでいきます。この4人抜き10点差し盛りっていうのが気になったんで、これの4人盛り行ってみましょう。全然値段が変わらないってすごいね。700円しか変わらない。行きましょう。贅沢握り。すごいいい、いい泡ですよ。はい、ということで、ゼロイチ。お通しぶり大根。うまそう。ちゃんとしてるね。うん、はい、ということで乾杯。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 おー、いい炭酸ですよ、これは。うん、なんかノンアルもうまいです。あ、本当。さっきこれをね、持っちゃったよ。間違えて。はい、はい。うん。うん。うまい。うん。柔らかくてうまい。行きましょう。染みてそうな味は。美味しそうだね。食えないんだよね。うん、染みてる。しゃんまい。美味しいね。すごいよこれ。来たよ。めちゃめちゃすごいね。すごいのが来た。これやばいっすよ。やばいよ。びっくりした。これ本当すごいわ。タイでしょこれ。わかるのもあるけど、わからないものも。サーモンはわかるよね。サーモンわかるね。これはブリかな。あ、タチウオ。あ、タチウオね。カツオ。カツオ。うん。これアジ。アジだね。アジか。ブリじゃん。これはね、多分違うと思う。カンパチかな。あー、そうか。これがアジです。行きましょう。タコもあるよ。このお刺身醤油でいきます。いただきます。結構分厚い。すごい。かなり分厚い。うん。タコいきます。タコ。以上で、はい、ありがとうございます。パテ。おいしい、甘い。そういえばさ、さっきタコ食べて、スペインでもタコ食べたことあるけどさ、メロンシートってスペイン住んでたじゃん。スペインってさ、こういうお刺身って食べたりするの？スペインはね、食べないですよ。あ、そう。へぇ、生の魚ってあんま食べないんだ。へぇ、スペインって、世界で2番目に魚を食べる国らしいんですけど、うん、スペイン人に教えてもらった、日本が一番で俺たちが2番だ。あ、そうなの。そうそうそう。だけど刺身を食べるっていう習慣はやっぱりないやん。ないね、うん、近いのがガリシア地方にある、うん、北スペインのガリシア地方にあるタコの料理だね。あるよね。食べたことある？なんか日本でしか食べたことないんだけど、うん、ゆでタコにちょっとこうパプリカ、あ、そうそうそう、かけてあるようなイメージがあるね。あ、そうそう、そんな感じで食べてます。もうカボトロで、そういえば、うん、マグロは、うん、結構本マグロとかドーンと売ってる。ああ、そう。自分がいた時代は安かったんですよ。マグロは、うん、なんか前行った時に教えてくれた、あんまりこう中トロだらなんならって値段が変わらないんですよ。そうそう、全部同じ。塊で輪切りで売ってるから。1キロね、確か自分がいた時で400円ぐらいだったんです。1キロ。そう、しかも本マグロ。
マジで。で、いろんな国のね、人間と一緒に住んでて、アフリカ、南米、ね、ヨーロッパ、一緒、いろんな人と住んでたんですけど、やっぱりみんな寿司の存在は知ってるから。そうか、有名だもんね。そうそう、寿司作ってくれって言われて。魚はね、もともと釣りやってるから、魚はさばけるから、買ってきて、さばいて、やったことあるんですよ。寿司パーティー。寿司パーティー。すごい。その時から作ることをしてたんだね。やってた。やってた。タイ行ってます。タイか。お熱っ。こんなだよ。魚の種類って豊富なの？日本の方が豊富。あ、やっぱりそうなんだね。で、寿司パーティーってやったことあるんやけど、スペイン人は割とスッと食べる。あ、そう。で、スペイン人とか、フランス人とか、イタリア人はスッと食べる。あ、そうなの。で、南米の人はなかなか食べるの手こずった。あ、そう。で、一番食べなかったのが、どこの国とか。一番食べなかったのアフリカ。そう、アフリカ。アフリカ。よくわかった。いや、なんとなくね、想像で絶対食べなそうだと思って、もう食べたら死ぬと思ってるから。自分が一緒に住んでた人はね、無理無理無理って本当に。で、なんとかね、食べてもらおうと思って言ったら、アフリカの人たちって辛いもの、ピカピカ、何ですか、ピカンテ、あ、唐辛子、唐辛子、ああいう辛いもので辛いものを入れて食べる習慣があるね、すごい辛いのは大丈夫だよね。そうそうそう、わさびがついてるから、めちゃくちゃ辛いから大丈夫って言って、みんなで言ったら、いた20人ぐらいで食べてみ食べてみって言って、ようやく食べた。そんな。そしたら、これがわさびを山盛りつけて食べるわけ。生なんて食べたらもう体やばいと思ってた。ふわーって食べて、うわーってアフリカ人、これはそう、わさびやばいやばいやばい。そしたら途中から、あれあれ辛いのが消えていくと。辛いの消えていく、これは嘘の辛さだ。そうなんだ。ほんで、自分たちの辛さ、辛いやつの方がちゃんとした辛さだと思う。その辛い辛みオイルを持ってきてドーってかけて、それで食べてた。へー、そうか、唐辛子とわさび全然違うもん。ドアを、ね、半分食べてまだこれだけあるってすごい。すごいよ、これはお得感がすごいです。すごいね。美味しい。そしてできました、これ。すごいね。贅沢握りって書いてあるけど、本当だね。すごい、これは。分厚い。油がね。うまいね。タチウオ。タチウオだった、タチウオだったらスペインにありそうだね。記憶にない。あ、本当？見た記憶がない。ここに乗ってる魚でいない魚の方が多いのかな。そう。アジはよく食べるよね、チチャロ。あ、チチャロってね、あったね、そういうの。カツオもね、ボニートとか言って、ボニートって美味しいって意味で。いや、そういうことやな。そういう意味じゃない。ボニートは私、バレー部の先輩で、ハマチっていうあだ名の先輩がいたんだよね。身長が低い先輩で、ハマチハマチって言われて、なんでハマチなんですかって言ったら、その子ね、ぶりっ子だったんだって。あー、そういうことや。だからハマチなんだ。そう、ボディの子供、ぶりっ子。すごいです。そうそう、でさっきね、この辛いのやつを食べてたけど、逆に、日本人ってどの料理も食べられるよ。確かにね。そうだよね、これは食べられないとか無理無理っていうのってあんまないよね。あんまりないと思う、ね。他の国の人たちって自分たちが食べてるそればっかり食べてるから。なあ、確かにね、それはあるよね。もう寿司は結構日本世界的に有名じゃないですか。そうだね、寿司っていう英語があるぐらいだからね。だけど未だに食べたことない人って結構いる。あ、そうか、そうなんだ。スペイン人結構食べてない人いる。あ、
そうだよ。自分がいた時代って、うん、もう今から25年ぐらい前なんですけど、うんうん、日本レストランが 7,8 軒あったんですよ。あ、結構あるね。すっごい高いし、でそこだけでしか食べられないじゃないですか、うんうん、今最近はようやくなんか普通の向こうのスペインの市場の中に寿司コーナーがあったりとかして、うん、そうか、今寿司が食べられる店がすごい多い。なるほどね。昔はだいたい日本人がやってたんですけど、うん、今中国人が寿司屋を開いてやってるから。なるほど、うん、すごいのがあるんですよ。軍艦のキウイ軍艦とか、パイナップル軍艦とか、そういうのあるんですよ。それは日本人でも食べられないんじゃないの。逆に食べてみたくない？どんな味するの。確かにね、うん、ちょっと食べてみたい。怖いもの見たさだね。びっくりした、それはマジで。すごい、どういう発想なんだろうか。キウイ軍艦もびっくりした。キウイ軍艦びっくりした。キウイはね、イクラとトロか、すごい豪華。食べていきましょう。アイちゃん、何だ。何がいいかな。イクラ行ってみようかな。こぼれてるものをね、取り切るのに。そうだね。そうだもん。一口でいくよ、うん、宣言したから、うん、もういった。素晴らしい。うん、おいしい。じゃあウニいってみます。はい、ウニってすごいよ、うん、これすごい、今ウニの香りがしたよ、うん、すごい。じゃないんだ。すごかった。すごかった。もうなんかお殿様になった気分です。魚好きな人は、うん、これ迷いなく4人盛り頼んだら満足するんじゃないかなと。いや、絶対2人前って思わない方がいいよ。4人前の方がいいよ、うんうん、本当に、うん、本当びっくりしました、うん、こんなに魚の量が出てくるとは。外の写真と一緒、それがまずびっくりした。大概こう実物見てがっかりパターンが多いじゃない、うん、今回はなんか期待、いい意味で期待外れでした。本当ごちそうさまでした。はい、食べてきました。ごちそうさまでした。すごいね、もう魚は尽くし、うん、あんだけ魚が本当に乗ってくるとは思わなかった、うん、びっくりしたね、うん、まあ10種ってまあ、分かってるんだけども、40キレって言ってました。そう、キレ数でいいそうだわ、うん、40キレだね。40キレすごいですね。びっくりしました、うん、いやもう美味しかったですね。美味しかったね。またね、そしてそのメロンシートの思わぬこうスペインの話、うん、あ、そうですね、いろいろ聞けて、魚つながりで魚つながりで面白かったね。あ、うん、ここまでね、魚を食べる国って日本が一番多いということを、うんね、海外って知りますよね。そうだよね、うん、でやっぱりこう居酒屋とはいえね、うん、あれだけいろんな種類食べられるっていうのも、うん、なかなか珍しいもんなんだなっていうこと。そうですね、はい、うん、ということで魚好きの方は、うん、もう本当にぜひ行かれてみてはいかがでしょうか、ね、うん、そしてあそこすごくメニューが多いから、うん、また時間があるときにゆっくりね、はい、いろいろ巡ってみたいなと思いました、はいはい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。